アリアネ・リプスキは、ブラジルの女性総合格闘家、パラナ州クリチバ出身、アメリカントップチーム所属。元、KSW 女子フライ級王者、ムエタイをバックボーンに持ち、2013年19歳でプロデビュー。2016年10月1日、KSW36 でシーラガフと対戦し、1R に右フックでダウンを奪い、パウンドで TK を勝ち。 KSW 王座獲得2017年5月27日、KSW39 の KSW 女子フライ級初代王座決定戦で、ディアナ・ベルビタと対戦し、1アールに腕ひしぎ十字固めで一本が勝ち、王座獲得に成功した。2017年10月22日、KSW40 の KSW 女子フライ級タイトルマッチで挑戦者のマリアナ・モライスと対戦し、 試合開始58秒でリアネーキドチョークを極めて一本勝ち、王座防衛に成功した。2018年3月3日、KSW42 の KSW 女子フライ級タイトルマッチで挑戦者のシルバーナ・フアレスと対戦し、3から0の判定勝ち、2度目の防衛に成功した。二千十九年一月十九日、UFC デビュー戦となった UFC ファイトナイト、 サフード VS ディリシジャーでフライ級ランキング10位のジョアン・コールダウッドと対戦し、0から3の判定負け。2020年7月19日、UFC ファイトナイト、フィーゲレル VS ベネビデズ2で、ルアナ・カロリーナと対戦し、膝十字固めで一本勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2020年11月21日、UFC 255で、 女子フライ級ランキング15位のアントニー・ナシェフチェンコと対戦し、パウンドで西小負け。ありがとうございます。